用の監視者。上司の命令で煩雑に置かれたマネキンたちを片付ける撮影者たち。片付ける途中に映っていたものとは。あとなんか入んのかこれ。届かない。もうちょっと。なんかハマってんすかね。なんかうん。はい。第何？第2か。ちょっと一旦置いてもらって、ちょっと第持ってきて。あ、ごめんなさいごめんなさい。パッと取れる台ないっすね。いや、ここの台はもうちょっと低いんだよな。ないですね。登っちゃって、登っちゃって、普通にいい？もうはい、もう取り始めて3分半経ってるんで、さっさと終わっちゃいますよ。もういいけどね、消しといたらまずいのか、一応壊してないですよ。はい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 、怖いんだよ、これ下だって抜けたんだよ。よし、ここでこうなったらよ。よし、ちょっと怖い。これ5個入んないんだけど。注目し、今一度ご覧いただこう。作業中に片付けるものをぎょろりと見るマネキン。さらには、段ボールに入れられたマネキンの片目が動き出す。以前、建物内で OL の首吊り自殺があったという噂があるという。その音量がマネキンに乗り移り、撮影者たちを呪おうとしているのだろうか。霊界への入り口。川べりを捜索中に謎の罪石群を発見する撮影者たち。その瞬間、異界の扉を開けることになる撮影者たちは、恐怖の渦に巻き込まれてゆく。怖いな。何それ。ネズミ？嘘嘘。
怖え。この首怖えな。ミステリーをこれから再現してみようと思います。絶対でも何か埋めて、うん、その上に石積んでるよね。うん、あれじゃ本当に人の顔わかんないじゃん。ああ、なんかちっちゃいのはちっちゃいのでなんか。気になる。ごめんなさい。お分かりいただけただろうか。画面左上に注目し、今一度ご覧いただこう。積み石を発見する撮影者たち。カメラを回しても落ち着かない。その瞬間、遠くの鉄橋で3体の人らしき影が首を吊る瞬間を撮影してしまう。あまりの恐怖に逃げ出す撮影者たち。左端の一体は首が切断してもなお動こうとしている。撮影者たちは資料会の入り口に迷い込んでしまったのだろうか。血の洗車場。愛車の掃除をするために訪れたガソリンスタンドにある自動洗車場。
撮影者はこの日興味本位に何気なく車内から洗車風景を撮影したというが、一度ご覧いただこう。一体この血は何だろうか。大量に流れ落ちる血はこの機械に巻き込まれ死んでしまった何者かの怨念によるものなのだろうか。ここまでは投稿者が送ってきた内容のすべてである。しかし我々編集部はこの映像のとある一部分にとんでもない異質なものが映り込んでいるのを発見してしまった。ではもう一度スローでご覧いただきたい。大量の血が流れ落ちた後、ウォッシャーがフロントガラスを洗っている瞬間、それは映り込んでしまっていた。この血で染まった女の死霊は死んでしまった時の怨念が怨霊となって姿を現してしまったのだろうか。気軽に撮影したことを投稿者は後悔しているという。